イスラーム革命評議会は、イランイスラーム革命遂行のため、革命指導者、アーヤトリアール・ホルラー・ホメーニーが、自身の帰国直前にあたる1979年1月12日に、組織した、合議体。数ヶ月、看護師の給料から、銀行国有化に至る何百もの決定と法律は、この評議会から出されたと評されるように、 革命遂行とイスラーム共和国体制の設立に向けて中心的役割を担った。また、評議会中核メンバーを中心に1979年2月18日、イスラーム共和党も設立されている。革命評議会は1979年2月4日、暫定政権を立ち上げ、評議会員の一人メフディバーザルガーンを主犯として推薦。 ホメーニーはこれを承認した。行政府としての暫定政権成立により、評議会は行政を分離して立法府的役割を果たしたが、バーザルガーンをはじめ暫定政権の主要閣僚は、評議会出身者で占められており、二重政府と評された。それにもかかわらず、暫定政府と、 イスラーム共和党主導で政府から独立した活動を行う評議会との間ではたびたび圧力が生じているが、これはイスラーム共和党による政権掌握と非イスラーム共和党諸派の排斥時を一致にするものである。圧力に屈した暫定政府がイランアメリカ大使館人質事件発生により総辞職すると行政も担い。 公式に政府として機能し、イスラーム共和制の確立に邁進することになる。革命評議会の下で、憲法草案の起草とこれに伴う、国民投票、さらに議会選挙などが実施され、1980年8月12日に、イスラーム共和国第1議会が召集されると、その役割を終えた。 革命体制が不安定であった初期には安全上の理由から存在が否得されており、船員と組織のあり方についても1980年前半まで公開されていなかった。1979年、デモ運動の高まりとともに、イスラーム革命評議会設立構想が提起された。同構想は、モルタザー・モタフハリーがパリに赴いた際に、ホメーニーに伝えられ、 その了解を得て、モタファリーの帰着後に組織された。1979年1月22日、ホメーニーは革命評議会設立を表明し、次のように述べている。アクバル・ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーは、モタファリーの役割と関連して、次のように記している。革命評議会はホメーニーに近いウラマー7名、世俗の反体制派7名。 治安部隊代表者2名から構成された。以下は、ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーの記録などによる。ホメーニーは、モハンマド・ベヘスティ、モタッハリー、ハーシェミー・ラフサン・ジャーニー、モハンマド・ジャバード・バーホナル、アブドル・キャリーム・ムーサビー・アルダビーリーを、中核的メンバーとして指名。中核メンバー5名の討議により全員一致で、マフムード・ター・レガーニー、アリー・ハーメネイ、 モハンマド・レザー・マフラビー・キャニー、アフマド・サドル・ハーズ・ジ・セイ・エド・ジャバーディ、バーザル・ガーン、ヤドラー・サハービー、モスタファ・キャティ・ラー・イ、モハンマド・バリー・ガラニー、アリー・アスガル・マス・ウーディーを、残余の評議会員とし、この体制で革命を戦うことになる。革命が勝利して、暫定政権を成立させると、暫定首相となったバーザル・ガンをはじめ、ヤドラー、サハービー、キャティ・ラー、 ハージセイエド・ジャバーディ、ガラニーが政府及び軍に移動。その決意を埋めるため、ハサン・ハビービー、エッザ・トラー・サハービー、アッパース・シェーバーニー、アボル・ハサン・バニー・サドル、サーデグ・ゴトブザーデを選出して、革命評議会員としている。後に、モタッハリーが暗殺されると、さらにミール・ホセイ・ムサビー、アフマド・ジャラーリー、ハビー・ボラー・ペーマーンが補充される一方、マス・ウーディーが、 行政府へ移動している。その他逐次的に構成員に変動が見られ、解散時に評議会員であったのは、ベヘシティ、ハーメネイイ、ムーサビー・アルダビーリー、バーホナル、ハンシェミラフサンジャーニー、ハビービー、シェーバーニー、バーザルガン、エッザ・トラー・サハービー、ゴトブザーデ、アリー・アクバルモ・イン・ファル、バニー・サドルである。初代評議会議長は、モルテザー・モタフハリーであったが、 1979年5月1日夜、フォルガーン団により暗殺された。2代議長マフムード・ターレガーニーは民衆に人気のある人物であったが、ターレガーニーも同年9月9日に死去。バニー・サドルが3代議長となった。バニー・サドルは1980年2月、初代大統領に選任されて議長退任。ホメーニーの帰国当初、 革命評議会で審議された重要な案件としては、政府の設立、国会の設立、憲法基礎専門家会議の設立などがあった。政府設立について、評議会は、バーザルガーンを暫定政府首相として提案し、ホメーニーもバーザルガーンを任命している。1979年2月11日の革命成就により革命評議会と暫定政府は、 ホメーニーの指導と人々の指示による正当性により政権を握った。第二に初年において革命を防衛し反革命に対処するイスラーム革命臨時委員会の設置がある。マフダビー・キャニーがイスラーム革命中央委員会の監督として派遣された。他に評議会の承認による重要な案件にイスラム革命防衛大規約の承認。 反革命に対する裁判、処刑を担当する、革命裁判所の設置、銀行国有化、左派組織への大学からの退出を求める、最後通帳、イスラーム革命体制についての国民投票志向、憲法草案の検討と新聞での同案の発表、司法評議会法の承認、大規模産業の国有化の認可、専門家会議規約の承認、共和国大統領選挙の施向、 マジュレス議員選挙の試行などがある。以上のように、革命後の体制確立とそれに伴う法の制定、国家機関の整備など、統治体制の研究、実施が革命評議会の任務であったが、各議員間に完全な一致があったわけではない。バニー・サドル、エブラーヒーム・ヤズディ、ゴトブザーデ、ターレガーニーらは民主主義政体を支持したのに対し、ホメーニー、ベヘシュティ、 その他のウラマーラは、ムジュタヒドの解釈するシャリーヤに基づく法による、民選ではない評議会による生態を望んだ。モタッハリーの暗殺以降、後者のイスラーム主義的展望が優勢となり、1979年9月10日のターレガーニーの死後は圧倒的となった。1979年11月4日、イランアメリカ大使館、人質事件が発生。翌日、 バーザルガーン暫定政権はホメーニに辞表を提出した。革命評議会は国民に向けて重大声明を発し、憲法に関する住民投票及び国会選挙、大統領選挙の施行までの限られた期間、姿勢担当を決定したと述べている。この声明に続いて政府が評議会に統合されるとともに評議会の構成を更新、新メンバーが選出された。 行政は、以下のように文章された。教育省バーホナル停心省。情報省から未設置財務省。アルダラーン。バニーサドル外務省マイナスバニーサドル。ゴトブザーデ商務省マイナスレザーサドル保険省。工業省。農業省。アッパースシェーバーニー法務省マフダビーキャニー。国防省ハーメネイ交通省。モハンマドユースフターヘルガズビーニー。 厚生社会保障省から未設置産業省、モハンマド・アフマド・ザーデ・ハレビー。文化高等教育省、ハサン・ハビー・ビー・イスラーム指導省、ナーセル・ミーナーチ労働省、ダーリー・ユーシュ・フォロー・ハルナイム省、ラフサン・ジャーニー住宅省、モスタファー・キャティ・ライーイ。石油省、アリー・アクバル・モインファル・エネルギー省、アッパースタージ建設ジ・ハード省。この構成で、自身の活動をはじめ、 比較的短期間で政治的空白の存在を克服することに成功した。評議会は1979年12月3日の憲法国民投票、続いて1980年1月から2月の共和国大統領選挙を実施、さらに1980年5月28日の議会選挙の開始にも当たっている。議会と監督者評議会。 その多所期間の活動開始に伴い、革命評議会の責務と、その存在の必要性は消滅した。したがって1980年7月3日、ベヘシュティは次のように発表した。革命評議会の最後の会合は1980年7月17日に開催された。ハサン・エブラーヒーム・ハビービー、革命評議会報道担当はその最後の会見で、 次のように述べている。評議会員のうちもタッハリー、ターレガーニー、バーホナル、ベヘシティ、ガラニーラは、革命成就後の極初期に死去ないし殺害されている。また、バーザルガーン、ハージセイエド・ジャバーディー、ヤドラー・サハービー、エッザ・トラー・サハービー、ゴトブザーデ、バニー・サドル、モイ・インファル、ペーマーンなど残る。 大部分の表議員もイスラーム共和国体制下で失脚した。ありがとうございます。